排水陣の男、モンガラキャンプ場が来てほしい。モンガラキャンプ場、モンガラキャンプ場、モンガラキャンプ場、イエー。どうもこんにちは、ルッキーと申します。日刊ロラコラ頑張っていなかった人やっていきたいと思います。今日から頑張る人です。はい、今まではやっぱ昨日も言いましたけど、頑張る人といつ頑張ってなかったんですよね。この M2 っていうのがなんか気になりますね。プログラマーならわかる。リポジトリが置いてあるとこですね。M2 って。まあいいや。職業病何なんだろうね。ミュウツーとかなのかな、わかんないけど。よー、マンガラキャンプじゃなかったよ、ミュウトートー。やっていきたいと思います。これ朝からです。朝からなんてこのテンションです。はい、やっていきたいです。あー、ニューオートロのね、ハイドラントはね、ハイドラントしててやだ。取れ取れ取れってばっかりやろ。なん取ればいいだろうが。意味がわからん、今の取らんの。意味がわからん。今日もね、相変わらず受け身使ってます。速度出るんで、やっぱ速度重視ですね。全てのことにおいて私は速度重視。はいはいはい、よし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 。こいつら取んねえからな。うわ、割りもしねえ、こいつ、やべえ。いや、取れよ、マジで。いや、意味がわかんねえ、マジで。なんで割んねえんだよ、あの状況で。ゴミ野郎が。お前をゴミ野郎と呼ぶことに何も多分ねえよ、批判が。マジゴミ野郎が。ふざけんなよ、ほんとに。何やってんだよ、お前。何が目的でやってんだよ、もうやめろや。こっちだってな。いや、進まねえ。持てよ、いいから。で、前に出ろ！前に出ろ！おい！何やってんだよ、さっきから！何やってんだよ、マジで。意味がわからん、もうわからん、マジで。人数が勝ってても何もしねえじゃねえかよ。目的なんだよ。殺し合うゲームしろよ、じゃあ。PUBG とかやっとけよ、マジで。スプラトゥーンしたくねえならよ、スプラトゥーンのルールに沿ってやりたくねえなら、殺し合うゲームやっとけって。なんかあとなんだっけ、エーペックスだっけ、あんなクソみたいなゲームやっとけよ、マジで。面白くねえな、あんなもうウクライナ行ってやっとけよ、マジで。あ、戦争してえならよ、あんなゲームじゃねえだろ、はっきり言って。ただ撃ち合って殺してるだけだろうが。戦略的なゲームやれよ、もっと。助けろや！何してんの、マジで。前出ろ、前出ろ、お前前出ろ。援護射撃してやっから、前出ろ。前出ろ、マジで。これでいいだろうが、なんで俺が持たないと持たねえんだよ、お前。お前いいじゃねえか。ぬれぬれ、お前いいから敵ばっか気にしやがってよ、お前よ。敵ばっかり気にしやがって、お前はよ。敵ばっかり気にしやがって、お前はよ。敵ばっかり気にしやがって、お前はよ。お前はよ、お前はよ。
お前はよ、お前はよ、おお前はよ、お前たちはよ、おおお、俺は矛を持つ。ちょっともう尺が足りねえじゃねえかよ。もうきついわこれ。尺が違う、あまりすぎなんだ。もうきついわ。もう歌でよごまかすの、早く終わらせてくれやマジでよ。任天堂さんよ、もうよ恥ずかしいじゃねえか、歌歌ってよ、意味わかんねえ歌歌ってよ。やべちょっと待って、今先般かもしれん、大先般かもしんないこれ。とりあえずボム投げて減税しとけや、もうめんどくせえな、よしないっす。ということで、セーフ、セーフティーセーフティー、マジで。危ねえ。いや、よかった、ほんと。これで割れたら S に戻るというね、激寒、極寒寒冷、寒冷よ、ん寒冷致死用だったんで。いや、マジ。これでも俺の功績だからね、5キルだったとしても。これでも。これでも、12キルとか13キル取ってる頭おかしい気違いよりは全然活躍してたから、マジで。だって俺が持たなかったら誰も持たないわけでしょ。負けてたよ、もう絶対。ゼロカウントですよ、こっちのチームは。間違いなく。これはもう声を大にしていたいというところですけども。よし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 。とりあえず S 落ちは回避した。てか、S 落ちを回避して喜んでるやつに X になる資格はねえ。ダメだ。もっと真剣に取り組まなきゃあかん。そうやってこう、よっしゃ、モンガラキャンプ場やったぜ。俺のモンガラキャンプ場。いや、今年キャンプ行きてえな。今年キャンプ行きてえ、マジで。やばい。今年は行きたいな。早くさ、雪解けてキャンプ行きてえ、マジで。キャンピングしたい、キャンピング。去年ね、なんか庭ができたことが嬉しくて、庭がね、そうですね、家買って庭が、自分の家に庭があるってことテンション上がりすぎて、庭から動かなかったんですよね。庭で死んでもいいなと思ってたぐらいなんで。あー、くそいー。ちょ、まあ、詰めろ、真ん中から来るなら詰めろってマジで。お前そっち行ったの？ちょっと今、あっけに取られて何するか考えてなかったマジで。あっけに取られた今、味方のムーブに。味方の戦術に仰天してたマジで。あー、くそ。まあでも38はちょっとね、まだね、まだ安心できないとこではありますけども。あ、正面か、もしかして。正面か、もしかして。あー、なんだよ、さか、その、ジャッジャってやつ、釣りマジなくせな、マジで。ちょ、マジ暗記取りたいぐらい、ほんと。ジャッジャってやつ3にいらないっていう人多分 97% ぐらいいると思うわ、マジで。少なく見積もってな。多く見積もったらもっといるわ。やべ。そのジャッジャって、世界ローラー連盟からしたら多分絶対いらないっていうわ、間違いなく。あれ、勝手に爆発すんな。オッケー。みんな相手じゃん。相手の矛にやられてんじゃん。やべ。あー、うぜえな。あー、うぜえ、マジで。おい、貝がよ、お前、海深く潜っとけよ、お前、貝みたいな名前しやがってよ。すげえ、さっきのストレスは嘘のように、すごい味方のチームのおかげで勝ってる。俺は何もしてない。まだ何もしてない。我が兵は、戦犯である。何もまだしていない、みたいな感じ。あぶね。え？こいつやば。こんなやつですよ。敵が後ろにいるにもかかわらず、わけわかんないで、あそこで、ザッザッってやってる、あの、ザッザ中毒がよ。
完全に役中じゃねえかよ。もう前のめりに、前のめりに前転してるか、俺。ちゃっちゃ中毒かよ、お前。いや、ごめん、何もできてない、マジで。もう、申し訳ない、これ。これ、申し訳ないよ。もう、全然文句言えないよ。これ。これ、多分、俺に夢中になるはずだから。はい、残念。あれ味方かよ。ザッザ中毒がよ。俺はこの、かいくぐっていく。おらー最後分かった俺の。ロボットフムに身を滅ぼそうとも、あの、矛だけは絶対割らせないっていう感じで割られたっていう感じな。回転する前にやられちゃったかん。よし、これ右に行きますか。右に行って、この受け身を発動してから、その受け身を起点に頑張っていく。ポケモンやりすぎて起点って言いたいだけ説。おらおらあーしょれーボケよいけ、ガンガン攻めんかい、攻めんかい、まあ、3体やったんだからよ。おい。攻めんかいや。そうそう、俺これぐらいの、やっぱ受け身かもしんない、俺の時代は。でも、リン・ザクラさんっていう、多分一番上手いローラーが、いや、まあ、俺の中で1番か2番かって言ったらちょっと微妙なとこなんだけど、2番かもしれないけど、まあ、一番は、ペパロニさんっていうローラー使いの人が一番上手くて、あ、一番かな？いや、二番かもしれない。今ちょっとやってないからもう一番かどこなんだけど、俺が、いや、マジでこのゲームに恋していた、時期には、一番強かったであろう。まあ、繁盛なんかゴミッカスみたいなレベルだったんで、マジで。ペパロニさんっていう方か、まあ、リンザクラさんっていう方が多分一番上手いと思うんだけど、まあ、多分そのいい時の動画しか見てない可能性もあるんだけど、上げてる動画ではまあダントツ上手かった。だけども、その人はね、ほんと、あれが上手いんですよね、キャラコンが。すごかったんですよ。まあ、あんな動き、その、このゲームでできるのかっていう、その、で、その、繁盛、なんか世界、全一みたいなこと言ってて、見るんだけど、なんかただ潜伏してるだけだから、あれ。もう、リン・ザクラさんっていう人は、もう圧倒的、ローラコーラ術なんですよ、もう。意味がわからん動きしてるから。まあ、やっぱあそこを目指していきたいっすよね。全くそんな動きしてないけどね。ということで、ご視聴ありがとうございました。ごちそうさんです。